はい、お疲れ様でございます。今回はね、 FX オリギャルヒの受講生さんから、そしてその他の視聴者さんから似たようなねご質問がいただきました。2点にまとめてお話していこうと思います。1つ目はね、コピートレードについてです。まあ、コピートレードっていうのはね、皆さんも一度は聞いたことがあるんじゃなかろうかと思います。まあ、例えば株にしても不動産にしても何らかの先物にしても、誰かプロフェッショナルな本当に利回りを一定のパーセンテージで気づいてらっしゃる方がね、そのトレードの情報をリアルタイムで受け取ることができればいいのにみたいなこと思いませんか。まあ、例えば私でもいいんですけども、どっかのプロの FX のプロトレーダーさんがね、買って売る買って売る買って売るっていう行動を今も繰り返してると思うんですよ。で、その買って売るタイミングが自分にも分かればなみたいに思うと思うんですよね。これ実際コピートレードってあるんですかね。発想としてはありそうだけども、やってる人いるんでしょうか。まあ、これはね、実はねないんですよ。あるとしたらそれはインチキだと思って差し支えないです。そもそもコピートレードを使いたがってる人ってどんな人だと思いますね。コピートレードをしたがってる人ってトレードで勝てない人でしょね。コピートレードで儲けたいなっていう風な人は、自分のトレードの力をつけるんじゃなくて、誰かのを丸カンニングしたら自分も勝てるんじゃないかなと思ってる人なんですよ。じゃあそういう人に対して、これコピートレードだよと、有名トレーダーさんの実績の出るトレード方法をあなたもその瞬間リアルタイムでコピーできますよみたいなのを渡されたとしてね、それどうやって判断するんですかってことじゃないですか。あ、確かにこれだったら勝てるねとかね、確かにこれだったらコピートレードじゃないかって、そもそも裁量で勝てない、自分で勝てない人がこういったコピートレードの手法が本物なのかどうかってわからないでしょ。で結局捕まされるんですよ。だからね、私のところにコピートレードのセールスなんて来ないですよ、ね、私のところにコピートレードのセールスが来れば一番いいでしょ。拡散力もあるし、もう数年間っていう単位でやってるんで、こうやって熟成さんもいらっしゃってね、じゃあ私がコピートレードどっかから持ちかけられて、確かにこれはいいねって感じで私がコピートレードして、そして FX オリギャルヒとか速稼塾の中でそのコピートレードを広めたら、それこそ皆さんの価値を保証できるわけじゃないですか。でもそんな話来たことないですよ。来たことないってことは、コピートレードみたいなね、まがいものを私に紹介したらすぐに私が見抜いて、こんなインチキ売るんじゃねえっていうふうに言われるって踏んでるから、ここまで一般公開動画をね長いことしてても誰もそんなもの持ってこないんですよ。もはやね、詐欺商材を持ってくる人はいません、私のところに。まあ本物の儲かる情報でもあんまり来ないですよ。そのぐらい私のフィルターはシビアなんですよ。だってこれでやってるわけですからね。あやふやなものを紹介したらもうそれこそ私が知名度になっちゃいますので、なかなかねそれは紹介できないかなと思います。でコピートレードの話に戻りますけども、ちょっとなんとなく分かりましたかね。コピートレードはないんですよ。もう一つ言いましょうか。コピートレードがもしあるんだったらね、ヘッジファンドって知ってるでしょ。何百億っていう金額を毎日運用している、日本で言ったらね、みずほ銀行みたいなところでも FX やってるわけですよ、ね、その他香港にもありますし、アメリカにもあります。ヘッジファンドのとてつもない投資家集団っていうのが、それこそ法人の力と莫大な銀行から借りた資金でね運用してるんですよ。でそういったところのヘッジファンドのお金の出し入れっていうのは、そのまんま相場にも影響するぐらいでかいお金です。じゃあね、ヘッジファンドがそれほどまでの大きなお金を動かして一定の勝率を作ってるわけですよ。じゃあヘッジファンドで働く社員の人ってコピートレードすればみんな稼げると思いませんか。だからね、ヘッジファンドでもコピートレードができそうな、そんな相場って作れないんですよ。だからヘッジファンドで働く社員の方も関係者もコピートレードなんてのがね渡されてないんですよ。でしょう。そういうふうに考えていけばないんだってことがわかると思います。もちろんね、そのうちできるかもしれないですよ。この AI の世界になってくれば、もしかしたらできるかもしれないし、もしかしたらどっかにこっそりあるのかもしれません。まあ私たちが本物のコピートレードを目にすることは生きてる限りないでしょうね。100年後とか200年後にはありえるかもしれませんけどね。
まあそんなところでね、コピートレードの話が来たら、まあそんなこと気にせずにしっかりと自分の力をつけてください。そっちの方が絶対に早いです。はい、じゃあ2つ目の Q&A なんですけども、ちょっとここで一旦動画切りましょうか。はい、コピートレードについてはお話しました。